双葉能は大倉さんがプロデュースした能舞台で能楽を通して日本文化の活性化につなげようと12年をかけて国内の歴史ある野外舞台12カ所を巡り講演を行います去年、滋賀県の多賀大社で行われた舞台に続いて2回目の公演となった今回は伊勢神宮内宮にある能舞台で 能楽師およそ七十人が参加し、沖縄など五番能を奉納しました。今回の舞台では、つづみや作り花など日本古来の製法や素材を用いて復元された道具も使用され、訪れた人たちは。 神宮のおこしきゆかしい能舞台で繰り広げられる能の世界に酔いしれていました能舞台飛天二輪能は2034年まで全国各地で行われます